どうも、猫の目です。今回は、フロランタンフリューを作ります。前回がじゃないわ。いいや。でね、フロランタンはね、やったことあるんよ。昔、めちゃくちゃ昔に一回やったことあるんやけど、なんか恥ずくて消しました。ただね、なんか、リクエストとか募集すると、フロランタンやれよみたいな、もうすごい大量の、クレームが来たんで、やりますフロランタンフリュー。なんか、いっぱいフルーツ入れようみたいな感じです。ということで、作っていきましょい。はい、そしたらまずはパートシュクレクッキー生地っていうのかな、まあ、サブレ生地やね、下のあれを作っていきます。で、室温とかにホタッとって柔らかいバターと、で、ちょっとね、この砂糖を入れる前にバターだけでほぐしとこうね。で、ここに粉糖で、粉糖ね、なんか梅雨とかこすとガチガチに固まったりしとるけん、なんかガチガチに固まっとるなっていう人はふるった方が良い、非常に良い。これもまあ混ぜて、まあ本当基本的ないわゆるシュガーバッター法、まあこのバターに砂糖入れて、卵入れて、薄力粉とか入れて作りますみたいなやつ、まずめっちゃ基本でございやす。で、まあなんかそんなにコツとかもないんやけど、まあ混ざったら OK、 こうやって混ざったら OK。で、卵は全卵と卵黄両方使います。で、まあ卵黄 20g、 まあたっ、ああ、まあ 20g よ。で、そしたらさっきのバターに入れます。で、まあこれもう一気に加えちゃって大丈夫です。言ったら卵黄が入っとるっていうので、まあ言ったら普通に全部卵を全、あ、ちょっと待って、俺なんて言っちゃう、全部全卵でやるより、まあ、水分が少ないっちゃうね、その卵黄って油やけんっていうので、え、まあ、分離しにくい、全部入れちゃっても分離しないです。まあ、配合によるんやけど、まあ、言ったらその水分がいっぱい入るルセットレシピの場合は分けた方がいいっていう感じやけ、パウンドとかは分けるっていう感じで、こんな感じでね、なんか最初はちょっと分離っていう、このザラザラってなるんやけど、言ったらこの卵黄に含まれとるなんかレシチンっていう成分でこの乳化っていうのされていくけん、まあそれが少なかったらやっぱ分けて入れないけんのやけど、まあ今回みたいに卵黄別で入れてますっていう時はこうやって混ぜればレシチンが頑張るけん、こうやって頑張れって思いながらやったら大丈夫。ああ、頑張っとる頑張っとる、今日も頑張っとるね、お前は偉い偉い偉いでやんす。で、まあなんかレシピによって全卵の量とか卵黄がどのくらい入るとかっていうのはなんで違うんっていう話なんやけど、単純に言うと、まあ水分量が変わるけん硬さが違ったりとか、卵黄がいっぱい入るとまあその分コクが、風味がバシッと出たりとかっていうやつです。はい、で、こんな感じでなんかこうクリーム状につながったら OK で、粉、薄力粉とアーモンドパウダーとコーンスターチ入ってます。まあこれ全部わーっと混ぜ合わせて、あ、やると思った。で、アーモンドパウダーが入っとるけん、なんか細かいふるいやなくて、粗めのザルでふるいます。あ、ちょっとダメかもしれん俺今日、よいしょ。で、まあなんかこういう感じのなんか粗めのザルがないよっていう人はなんか普通のザルで大丈夫、普通のっていうかなんか、まあそれも粗めのやつなんやけど、まあなんかなんてこう普通のこういうザルで大丈夫、すいません、なんでもないです、なんでもないです、ごめんなさい。ごめんなさい、塩です。あぶねー、あぶねー、塩が入ります。塩もね、合わせて振るって大丈夫、入れ忘れた人はこうやってごまかしてください。で、混ぜてきます。まあ、いわゆる切るように混ぜるみたいな、めっちゃ何回も言っとんのやけど、切るのが目的というより、このバターのなんかこう表面積を増やして、バターに粉を効率よく吸わせようねみたいな意味やけん、そのイメージでやるといい。ずっと切り寄ってもね、なかなか混ざらんけん。で、このバターの方、卵が入っとるけんで、卵の水分と小麦粉がこう一緒に合わさってこうネリネリすると、グルテンっていうこう硬くなる成分みたいなやつができるけん、極力こう何回も何回も練らんようにっていう、まあそういう意味もあってね、切らんように混ぜるみたいな言い方で、基本的に言われてます。練らずに混ぜれるかっていうのを意識しながらやると
いいでやんすな、いいでやんすなとか言って、そう、このキモい語尾がなんか最近定着してしまったよね俺、やめよ。はい、こんな感じで OK で、そしたらこれラップに出して、まあ、あんま分厚いままやとね、冷えるの時間かかるけん、こうやってある程度ちょっとこう平らに伸ばして、これで冷蔵庫で、まあできれば一晩休ませます。まあもう明日もう海外行くんだみたいな、もう忙しいんだみたいな人でも3時間は休ませてほしい。やないとね、すごい縮んだりとか形が悪くなったりするけんっていう感じ。はい、ということで、2日経ちましたちょっとね、なかなか取れんかった。そしたらこれちょっと軽く練り直してから伸ばしていきます。強力粉をこうまぶしながら、こう台とか手にくっつかんごつ。であとね、やっぱ夏とかになるとこういう、まあこれ一応大理石の上でやってるんやけど、あったかくてすぐなんかデロデロになるけん、もうなんかすごいこれ時間かかっちゃうみたいな人は、ちょこちょこ冷蔵庫とか冷凍庫入れて冷やしながらとかやりましょう。こんな感じで、まあ厚さはざっくりだいたい5ミリぐらいかな。で今これちょっと四隅をトリミングしとるんやけど、まあどうせこれ焼いた後に、後で四方は切り落とすけん、まあざっくりで大丈夫。フォークとかでピケっていうこういうちょっと穴を開けて、こう焼いた時に空気がこうなんかボコボコ落ちならんように。そしたらこれで、170度のオーブンで25分ぐらい、焼いてきます。はい、ね、28分ぐらい焼いてきました。真ん中ら辺とかってまだちょっと白っぽいんやけど、っていうか全体的に焼き色としてはまだ薄くて大丈夫。この後またキャラメルみたいな流して焼くけん、このぐらいで OK。 はい、そしたら次はアパレユを作っていきます。まあアパレユってなんかその液状の生地みたいなやつのこと全部アパレユって言うんやけど、上のキャラメルみたいな部分ね。まあなんかいろいろ混ぜていく前に、まずナッツ、アーモンドスライスとピーカンナッツとヘーゼルナッツを、ちょっとローストしときます。でアーモンドスライスはまあ薄いけん180度でまあ5分ぐらい。すげえ転がっていく。このピーカンナッツ包囲網を作ろう。意味あんのかこれ。でこっちのホールのナッツ系は、まあ、170度で、10分ぐらいローストしてきます。はい、こんな感じでちょっとピーカンナッツ包囲網は決壊してしまったんやけど、まあこんな感じで、まあアーモンドスライスもね、薄く色づくぐらいでいいけん。でこっちのナッツはまあざっくり刻んどきます、粗めに。ピスタチオで、ピスタチオだけちょっと色が飛ぶと嫌やけん、ローストせずに刻んどきます。ドライマンゴー入れます。ここのドライフルーツの部分は好きなもん入れてもらって大丈夫。なんかレーズン嫌いだっていう人はレーズン入れんでもいいし、なんかこのあれが好きみたいなのがあったらそれを入れても大丈夫。でこういうドライフルーツってオイルでコーティングされとるんよね。まあされとらんやつもあるんやけど、されとるけん熱っでごめんなさいなんかめっちゃわざとっぽいなと思って、はいでそうオイルコーティングされとるやつとされとれん、まあ大体されとるんやけど、でそのオイルがあるとそのなんかまあ単純にそのオイルってずっとあるやつやけん、まあそれを別にその美味しいもんじゃないけん、オイル、まあ別に美味しくないとか言ったらあれやけど、まあそのオイルでコーティングされとるんで、その品質保つためにやけんね、使うときはこういうちょっとあったかいお湯とかで軽く湯がくとね、古いオイルが流せて、でまあ味も入りやすくなっていいよっていう感じ。
で、まあ、あんま長いことつけとくと、その、どんどんお湯が入っていって、結果的に味が薄くなるけん。まあ、本当に軽く表面なんか、サラサラサラみたいな感じで、OK。で、ちゃんと水気取って、はい、これで下準備、OK。もう、あと作るだけやけん。作るだけっていうか、混ぜるだけやけん。そしたら手鍋にグラニュー糖と水飴と、グラニュー糖と水飴、一緒に測ってました。バター。ちょっとデロンデロンに溶けとるんやけど、どっちみち溶かすけん大丈夫。まあ、決してね、俺が直射日光が当たるとこに放置してたわけではない。と、生クリーム。そしたらこれ火にかけて、で、これで混ぜながら115度まで温めていきます。ちょっとオレンジの皮ももう入れとこうか。最悪のタイミングでガスが切れた。くそー。ガス、ガス、ガス、ガス。ギャス、ギャス、ギャス。ギャス。ガス。ちょっと待って。ガス。どうしよう。はい、どうも、猫の目です。まさかのガスが切れて、ガスが多分ちょうどマジで切らしてしまったけん。スマートフォンでキッチンでやっております。少々お待ちください。はい、ということで、ちょっとキッチンで温めてきました。120度ぐらいまでいっちゃったんやけど、そしたらここに、さっきの具材たち、ナッツとピスタチオ、アーモンドスライス、ドライフルーツ、これ混ぜ合わせて、で、このパートシュクレの上に流していきます。ちょっとね、このパズルパンっていうやつで、縁を作っとるんやけど、別になくても大丈夫。で、これあったかいうちに手早くやらんと、どんどん硬くなって伸ばしづらくなってくるけん、手早く。そしたらこれで、180度のオーブンで、25分か30分ぐらい焼いていきます。はい、こんな感じ。ちゃんとこう全体がキャラメル色になったら OK。 まあなんかね、色としては薄い方がね、ドライフルーツの色は見えるんやけど、このしっかりキャラメル色になるまで火入れした方が絶対美味しいけん。ちょっとピスタチオだけね、後乗せでも綺麗かなと思って乗せてみてます。少しだけ固まってきたらパズルパン取っとこうか。でね、まあ、パズルパンとかなくても大丈夫。なくても大丈夫やけど、その場合はね、この焼いとるときに結構垂れてくるけん、あんまり縁までね、流さんようにしとった方がいい。はい、そしたら、まあ、ある程度粗熱取れたけん、なんで、あ、全然触れるけど、まだこう、なんて言っちゃう、ちょっとぬるいというか、まだそんなに遠くには行ってないみたいな。まだ近くにいるぐらいのあったかさ。で、まあ、こういうなんかちょっとデカめのやつ、前回もこんなだったからな。で、まあ、こういうなんかちょっとデカいやつをかぶせて、くるっと、多分全然映っとらんと思うけど、くるっとします。で、これがね、こう完全に冷めてしまっとると、やっぱこのパートシュクレの部分がバキってなるよね。まあこのキャラメルの部分もバキってなって、なんか綺麗に割れんけん、割れんというか切れんけん、もしね、完全に冷めちゃったっていう人は、ちょっとオーブンに入れて温め直すとかでも全然 OK。 はい、そしたらこんな感じで完成。でもね、やっぱなんかピスタチオ後から振った方がね、なんか可愛い気がする。ということで、食べましょう。はい、ということで、いただきます。ファンタオレンジうますぎる。最悪。めちゃくちゃ飛んだし。うん。
うん、良いね。まあ、なんか大体フロランタンってあのアーモンドスライスだけみたいなのがまあ主流っちゃ主流なんやけど、結構いろいろ入れとるやん。やけこうなんかそのいろんな味がするというかまあそれはそうなんやけど、それはそうなんやけど、なんていうとかやな、この、まあ、のナッツの結構ゴロッとしたやつがおったりで、ドライフルーツのこうしっとりエリアがあったりみたいな、アーモンドスライスのパッキリエリアがあったり、ヌガーのこう ねっとりエリアがあったりみたいな感じで、なんかすごい表情豊か、このフロランタンすごい表情が豊かな、ということで、おしまいですおしまい、おしまいです。まあなんかね、多分ね、結構動画も割と短くなっとると思うね。多分15分20分以内ぐらいになっとると思うんやけど、まあ割とね、この簡単めな焼き菓子みたいなのあんましとらんかったけん、まあこういうのもいいかなと思ってやってみました。ということで、リクエストやったりとか、あとは動画の高評価とチャンネル登録と、Twitter とインスタと、あとシャルーメっていうお菓子屋さんをやったりするけん、あのもろもろ概要欄に書いとるけん、レシピとかもそこやけん、ぜひお願いします。ということで、じゃあね、バイバーイ。